こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品選びの秘訣、ね。商品選びの重要ポイント。これね、商品選びでなかなかうまくいかないという人にね、ほとんど、共通する特徴。いろいろね、頭の中で思いついたり考えた商品を一生懸命ね、売れるかどうかチェックするというのが言えます。これね、私のサポートは、できる限り、頭を使わずに、ね、偶然他の人と違う商品が見つかるようにサポートしています。ただね、そのサポート方法が、もうちょっと楽にできるんじゃないかなと。いやいや、それめんどくさいなということでね、自分の思うように商品探しをしちゃう人は、頭で考えて、それをどんどん調べるということをね、やりがちです。これね、まず、いい商品見つかりません。なぜなら、人間が考えることの 95% は毎日同じことの繰り返しというのがね、もうこれ人間の特性として分かってます。これはね、精神科医の、ダニエル・エイメン博士も、言ってる、あるいはね、論文に書いてることですけど、人間の 95% は毎日同じことの繰り返し。そしてさらに、日本人の場合、みんな似たような環境でね、似たような教育を受けて、似たような生活を送ってる。だからね、こう言っちゃうと反感持たれる方もいるかもしれませんけど、みんな基本的に同じことを考えてる。ね。同じことを考えてる人が頭を使って探すと、みんなと同じ商品しか見つからない。みんなと同じ商品ですから、当然ね、需要が、大してないのに供給だけはすごく多いということになってしまいますので、値段の差が全然ない、ね、3倍で売れる商品に日本の市場は溢れてる、オーストラリアに日本から持っていけばね、日本で1000円で売ってる商品オーストラリアで3000円で売ってるんですけど、頭で考えた商品は日本で1000円で売ってたらオーストラリアでも1000円、あるいはねせいぜい1200円、そんな商品しかありません。日本、みんなマスクしてますね。みんなマスクしてる。で、電車に乗ればね、みんなスマホいじってる。電車と言わずね、みんなマスクしてみんなスマホいじっててね、特段違ったことやってる人は滅多にいないと。これだけみんな同じことやってる、国も珍しいんですけど、そんな日本で頭を使って考えると、みんなと同じものしか、見つからない。みんなと同じものでは儲からないということになるんでね。なんでそういう探し方するのめんどくさいじゃんと。ね、わざわざ店に行かないと商品見つかったいんですかというようなね、反感というか疑問を持たれる方多いんですけど、これはね、もう今まで、何百人、個別サポートでも600人近く、ね、そうでなくて相談だけで言ったらもうね、3000人ぐらいサポートしてる中で、もうね、頭を使って楽して商品を見つけようとしてうまくいった人は一人もいません。見事に一人もいません。中には私はできるんですということでね、数名、やった人います。チャレンジした人います。当然ね、全然商品見つからないんでね、そのまま消えてったという形になってますんでね、もう商品探しはもう今教えてるやり方がもうベストだろうと。これ以外の方法で商品見つかるってことがないだろうというようなね、手前もそうですけど、完成された方法で教えてますんで、いろいろ工夫したり、頭で考えたりせずにですね、言われたことを言われた通りにやると、一番スムーズに商品見つかります。何しろ、商品探しの重要ポイント。考えない。頭を使わず指示した通り、淡々と作業するというふうにやっていただければね、商品はどんどん見つかります。日本の市場には、オーストラリア持ってて3倍で売れる商品がいくらでも溢れてます。自分で考えたり頭を使うことによってわざわざその 3倍で売れる商品から遠ざかってね、儲かんない商品ばかり見ることになるんで、そういう無駄な作業がないように、ね、効率よい探し方を実践してください。探し方をね、疑問点とか相談、お気軽にご相談ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。